寝台ウトナーコーナーのイトピです。コーナーの藤庵です。この番組は導入前の寝台をいち早く皆様にお届けする番組となっております。なんと世界最速らしいですよ。世界最速ですか。はい、今回指導する騎士はこちら、期待の番長シリーズ最新作オス番長ゼロ。早く打ちたいんですけれども、番組の最後になんとプレゼント企画もございますので、ぜひ最後までご覧になってください。お願いします。それでは実践いきましょう。スタートです。はい、それでは実践開始していきたいと思います。はい、でなんと今回もめちゃくちゃ台に詳しい天の声的な方がいらっしゃるということで、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。通常時どの辺狙う、これバー狙いとかでいいですか ね。 そうですね、通常時はバーを狙ってください。で朝一でしたリセット、有利期間リセット後はこの紫のオーラまとってる状態になるんですけど、この時は期待値が高くなっておりますので、朝一とか有利期間終了後は、しっかり打つメリットというのを設けられているようになっております。なるほどですね。で通常時に関しては右上にありますオスポイント、これによる規定ポイント到達での抽選を行っているような形になります。なるほど、じゃあこれを貯めていけばいいわけですね。あと今回話題の振動デバイスも搭載してますんで、そう振動うまくすれば対決演出がランクアップしますんで、おお。このナビは何なんですか。ナビは、一枚役だったり、今これ一枚役なんですけど、これゼロ図柄という図柄の、ナビをしたりしております。なるほどですね。あ、このまま、はい、おなじみの対決後特訓。ちなみにあの鉄塊が落ちなかった時に横の振動センサー叩いていただくと、もしかしたらそれで鉄塊落ちてきたりっていうのもあります。はい、そうなんですね。そんなパターンが、はい、こうポイントの管理のみなんですか。ゲーム数での管理もあるんですか。ゲーム数に関しては天井に関しては600ゲームという形になるので、あ、なるほどですね。天井はゲーム数なんですが、規定ポイントでの抽選はポイント、レア子役の抽選という感じになります。なるほど。打感としては詳しい人さん、はい、番長2に近いようなゲーム性はイメージはそうですね。番長3よりも番長2に近い形になっておりますので、ちょっといい引き見せたいんですけど、ね、今のところ何にも、はい、あ、これゼロ揃いはただただポイントですか。そうですね、ポイントの、獲得と、あとはゼロ図柄の高確率状態というのを移行抽選も行ったりしてます。そんなのがあるんですね。いいですね。お、あ、特訓いきました。いましたね、うん、カオル先生じゃなくてシゲル先生になりますね。おお、これ楽しいですね。あ、十トン。もちろん。おお、これはもう十トンまで来ましたね。さあ対決。次回予告はなしが、お、ロールドイベント、これは初めてですね。おお、おー、やりました。素晴らしい。ボーナス確定しました。ここで昇格もあるわけですね。そうですね、うん、バーチョボーナスかと、うんうん、あれあれあれ、これは順押しで大丈夫ですかね。順押ししていただいて、はい、レギュラーボーナスですかね。おー、昇格しました。おー、大波に昇格したじゃないですか。こんなパターンあるんですね。こういうのもございますんで、いきましょうか。はい、で今回番長ボーナス30ゲームとなるんですけど、前半と後半の2つのパートに分かれております。で前半の20ゲーム間に右にあります、この男気をどん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 充電していただいて、 ね、この色に応じて、7揃いの期待度が変わってまいりまして、ラスト10ゲームからその7揃いの期待度によって、レバーを叩いていただくという形になります。なるほど。でちなみにあの赤7ですと 46% で、青7と 75% で7揃いしますんで、うーん、 75% ですからね、はい、ここはぜひ7を揃えていただきたい。引きどころですね。これはミスれないですね、うん。あと1ポイントでレインボーになります。レインボー見たいですね。お、レインボー、いったいった、男気満タン。さあ、はい、パンダ狩り、ここから10ゲーム間が、パンダ狩り高確率状態になりますんで、さあ、おー、コパンダ来ましたね。
どういこうかな。ああ、ちなみにあれ中から押すと一角開かない一角になっちゃう。さあ、いただきロード1個ですね。はい。あ、これはボーナスの終了画面は何かあるんですか。設定主催要素となっておりますので、うん、なるほどなるほど、うん、砕け地で、はい、ここからですね、いただきロード、入ってまいりますけども、1セット30ゲームとなります。で、この間に通常時同様押すポイントを貯めて規定ポイント到達で、ボーナス当選を期待していただくという形になるんですけども、いただきロード中のですね、レア子役によっていただきチャージというものの突入抽選を行っていきます。で、いただきチャージ入りますと毎ゲーム押すポイントの貯まる、特化ゾーンという形になりますので、まずはいただきチャージ当選を目指して打っていただく形になります。いただきチャージですね。はい、これはだいたい純増何枚ぐらい。あ、純増 2.7 枚になります。 2.7 枚ですね、はい、おー、みんなリーゼント。おっと、あー、これは熱そう。迷彩で、はい、押し順ナビでゼロ図柄揃えましたので、いただきチャージ当選の期待が持てる、期待が持てるわけですね。はい、お、これで来ましたね、はい、音いただきチャージ、突入となります。でいただきチャージは1セット10ゲームから50ゲーム継続しまして、毎ゲームをポイントを貯めていくポイント獲得の特化ゾーンとなります。毎ゲームですね、はい、でさらに道中ですね、レア子役を引ければ必ず継続ストックが獲得できますので、でストック獲得後はですね、よりポイントが貯まりやすい状態が続きますんで、うん、おじゃあ初回が非常に重要ですね。早めにストック獲得できるかっていうのも重要なポイントになりますね。あ、なるほどね。でかいでかいでかい。やっぱ変わらないイケイケ感というか、その見てても爽快感とかありそうですよね。うん、これいいですね。でいただきチャージは4セット4の倍数のセットの時に鉄拳制裁クラッシュというものが発動しまして、うん、これあるといただきチャージのゲーム数の優遇またはいただきチャージライジングという上位の特化ゾーン突入のチャンスとなりますので、うん、ぜひここは継続させていただきたいところでございます。ここ残念ながら3連で終了と。残念、いやー見せたかったですね。でいただきチャージ終了しますといただきロードのゲーム数また30ゲームに再セットされますので、再度いただきチャージ突入を目指していただくと、うん、でさらにこの時点で規定ポイント到達してた場合は、ゼロ型という前兆ステージに移行していきまして、ボーナス当選のチャンスになってまいります。規定ポイントはもう見た目じゃ全くわからないわけですよね。そうですね。お、懐かしの、これはとどろけドリーム、胸熱ですね。たまんないですね。これとどろけドリームなんか条件あるんですか。ボーナスが確定したパターンでしたりというような形になります。あ、いっぱいあるっていう。お、岩尾さんっぽい人ですね。安心して見ていられる。すごいな。お、畑、せーの、へい。おお、あ、そういうパターンなんですね。もちろん絶頂ラッシュもございますので。絶頂ありますか。おお、いやー、たまらんですね。油断してましたね今、うん、あ、ちゃんと夕方になるですね。で AT 中のボーナスの7ゾロに関しましてはいただきチャージのストックと形になりますが、このストックはいただきロードのゲーム数ゼロになって初めて発動するストックになるので、まあ、実質的な、あ、じゃあ最後まで消化してから、ね、はい、セットストックのような存在になってます、うん、この辺でチャージ引いたらめっちゃやってやったからね。そうですね、この辺でいけないとストックを消費してしまうので、うん、これがストック分にライジン上位のものになるんですけど、さっきの7揃いが基本的には青7で揃うところのいただきチャージライジングという上位の特化ゾーン獲得のチャンスになったんですけども、ははははで、いただきチャージライジングが20ゲーム継続しまして、この間ゼロ図柄が高確率で成立します。でその度にいただきチャージ自体のストックをする特化ゾーンという形になりまして、非常に期待度の高いものになっております。
いただきチャージをストックって結構やばくないですか。はい、平均6個ぐらいストックできますんで。平均6個プレッシャーのやつですね。いかんいかんいかん、これはいかんですね。最初1個だったから4つですかね、引いたのがちょっと物足りなかったですけれども、はい、でここから一気にストックを放出していくような形になります。おー、必ずここから4セットは続くんで、鉄拳制裁クラッシュも必ず1回は応戦すると。すごいな、この溜まってる分も1個の中で継続とかそういうのはあるんですか。ただ都度都度レア攻略引けばストックが溜まっていくんで。あ、じゃあ4セット結構すごいですよね。結構すごいです。高出玉獲得のなかなかトリガーとなってくるわけですね。これが確かにすごいイメージ湧きましたね、これ。でしかもこっちも溜まっていくわけですからね。そうですね、なので一気に999ポイントまで溜め切って、バンチボーナス確定するパターンというのも出せるかもしれないです。なるほどですね。で溜まってまた揃えて、あ、これが番長ゼロの出し方ですね。はい、はい、でここからですね、鉄拳制裁クラッシュが発動してまいります。ゲーム数の優遇または、いただきチャージライジング突撃のチャンスになりますが、レンダーだいたい20ゲームだ。なるほどなるほど。ちなみに今回の超番長モナスは通常時からしか引けなくなってますので、あれフリーズするチャンスは通常のみと。あ、ね、あ、じゃあ今私引く権利がないんですね。そうですね、残念ながら。残念。さあ999行きましたね。おう、あ、こんなパターンも。あ、教育的指導ですね。初めての、ね、はい、この時でも番長ボーナスは確定してます。でどこまで続くかによって青奈良だったり絶頂への期待は変わってくると、うん、もちろん絶頂なんてこともあるってことですよね。全然わかりますね。ゼゼゼゼゼローって言ってるんですね。カカカカカモンがゼゼゼゼゼローになってるんですね。今3人目まで来ましたので、4人目まで行けばもう青7以上という形になります。よし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 。あの、この手術はまあ番長ボーナスという形ですね、うん、なるほどなるほど、はい、でちなみにこれ7狙っていただいてもいいんですけど、狙わなくても高速回転で止まりますんで。あ、じゃあちょっとそのパターンを。おお、早っ。いや、ちょっと想像の斜め上に行く高速でしたね。楽しそうです。いや、これ大変申し訳ないんですが、めっちゃ楽しいです。で、ずっとやってたチャージが終わってロード戻るけど、うん、もう規定ポイントにいる可能性全然ありますんで、こんだけ溜まってたらっていうことですね。ゼロ畑に移行するチャンスとなります、うん、あ、また縁日ですね。対決応援縁日ですね。厳しい。あ、うん、復活しました。おお、これは諦めたその時でしたね。あれ、これ対決勝利した後にこれマテコラーという演出を発生しますと、この時点で番長ボーナス以上確定となります、はい、あ、なるほどですね。で、あの、教育的指導と同様に続けば続くほど青ならだったり、へぇー、おー、お、これ通常からのいただきロードですね。直撃いきましたね。ちょっと想定外の展開になっております。ありがとうございます。あらあら、やっぱり直撃はあれなんですかね、設定差が。そうですね、やはり5設定ほど直撃しやすいような形になっておりますので。なるほどですね。終わりかな。ここから
ゼロヶ岳全長ステージの復活抽選ともありますが、うん、このスマートマス残念。あ、これは絶頂な絶ナビ的なやつですか。そうですね、はい、紫ナビ大チャンスでございます。こうなってくるです。この爽快感、イケイケ感がいいですよね、はい、やっぱり番長は。あ、カルタがベーコバに変わりましたね。僕も初叩きで出ました。お、あ、またまたこれ入りましたね。マテコラが来るともちろんやっぱ絶頂突入のチャンスにもなってきますんで。いやいやいや、絶頂見れちゃうわけですか。マテコラ来ましたね。ここを超えれば熱いです。あー、高速っぷりがすごいですね。ちょっと予想を超える高速ですよね。はい、それではですね、自力で絶頂チャージ引けなかったので、なんと今回特別に入れていただきましたのでご紹介していきたいと思います。はい、で今回絶頂チャージですね、10ゲームプラスアルファ継続しまして、毎ゲーム絶ナビというものを3個から50個までの振り分けで、ストックしてまいります、うん、これですね。はい、の絶ナビというのはどういうものなんですか。絶ナビというのがですね、ベルナビになっておりまして、あれ今回これ7狙っていただいて、7取ればたくさん乗ります。わおわおわお。でこの絶ナビがいただきロードで戻った後に、使っていく形になります。で獲得したナビの分ベルナビが発動しまして、で、絶ナビ残ってる間はレア子役は必ずいただきチャージに突入する、いただきチャージの高確率状態が続くような形になっておりますので、非常に期待値は高いものになっております。あ、すごいですね。必ずこれも10ゲームプラスアルファ。そうですね、10ゲーム過ぎた後はベルの押し順当てが発生すると終了するとなります。押し順当てか、きた。あ、あれピッチ、うん、これはですね、右中左。ああ、でも平均平均通り。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ボーナスが出てくるわけですね。ボーナスを消化した後、絶ナビを勝負使って消費していただくというような形になります。なるほど、実戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、やっぱり番長らしいイケイケ感、チャージのループでね、うん、もう終わんないんじゃないかっていう、これぞ番長っていう感じでね、導入が楽しみではございますが、藤庵店長いかがでしたか。そうですね、やっぱりチャージ中のイケイケ感がもう横で見てすごい楽しそうでしたね、うん、僕も全然言わせなかったんで、しっかりあのホールに出た時に、リベンジしてみたいと思います。リベンジしましょう。はい、で、今回、番組からプレゼントをご用意いたしました。プレゼント、今年の、大都議店様のカレンダー3名様、そしてこちら9名様ご用意させていただきました。チャンネルの概要欄に応募フォームご用意させていただきましたので、どしどしガンガンご応募ください。お願いします。そして恒例のチャンネル登録といいね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。